女たちは簡単に言うけど、私にとっての希望ってどこにあるの？途切れることのない車のオーライン、国境を渡れなかった。誰かの言葉とか冷たい眼差しに心が萎縮するように、自分がどこにいるのかわからない。何も見えない世界で途方に暮れている。どっちに向かって進めばいいの？もうどこへも歩きたくない。ねえどうして生きていかなきゃいけないの？これが計算じゃない、自然なんだ。みんなの笑顔が私の誇り。もっと高みを目指して頑張ります。先生すごい。